これよりのど自慢しが開始されます。のど自慢し会場には柵がございます。その柵は皆様の安全を守るためのものですので、体重を預けるなどしては危険ですので触れないようお願いいたします。最初にのど自慢し会場に引き出される出汁は出汁粘板上中チョークの出汁です。出汁の大人形は中世の武将大田道館狩の姿で、大正10年に大人形師大島徳次郎氏により作られました。和歌を愛する勉強するきっかけを伝えられたといいます。そしてその俳句に基づき和歌集は山吹会を名乗っています。この出汁のお囃子を演奏しておりますのは東関戸連中の皆さんです。
最初に会場入りした出汁、阿弥陀町区の出汁でございます。大華道館が見つめる先には中継橋が見えます。野路を終えた出汁は中継橋方向へ進行いたします。進行方向にいらっしゃる皆様はどうぞ祭礼役員の誘導に従っていただきたいと思います。また柵には触れないよう重ねてお願い申し上げます。出汁の上でお囃子を演奏するのは五味川野田地区の野田下座連の皆さんです。
中継橋方向へ進行いたします。進行方向にいらっしゃる皆様は祭礼役員の誘導に従い安全な山車の運行にご協力をお願いいたします。また会場内を仕切っております。柵には触れないよう重ねてお願いいたします。次に野々島市会場に引き出される山車は本合宿の山車でございます。この岡部さんの踊りを優雅に見ていただきたいと思います。お囃子を演奏いたしますのは神話下座連の皆さんです。Thank you.
のど自慢し終えた本菓子の出汁は雨のうちに乗り言葉にっくりと微笑むその先に中継橋を見つめながら進んでまいります。ちょうど進行方向にいる皆様は最大安員の誘導に従い安全な出汁の運行にご協力をお願いいたします。また会場内に柵がございますので柵にはどうぞ触れないようにお願いいたします。重ねてお願いいたします。のど自慢市の会場に知らされる出汁は妖怪地獄の出汁でございます。妖怪地獄の出汁は明治29年に再建されたものです。出汁の飾り物は鯉です。このお囃子を演奏いたしますのはうちの下座連の皆さんです。
東海地幕の鯉は元気に泳ぎ回り、そして中継橋へと泳いでいきます。写真と本校の皆様どうぞ係員の誘導に従い、安全な出汁の運行にご協力をお願いいたします。また設置されている撮影には触れないよう重ねてお願いいたします。次に登場する出汁は浜宿区の出汁でございます。浜宿区の出汁は平成9年3月に完成した2代目の出汁です。では与倉下座連の皆様のお囃子に乗り、のの字回しご覧いただきましょう。浜宿区の皆さんでございます。
ご注意ください。また会場内に設置されている柵に触れないよう固めてお願い申し上げます。 次に野々島市の会場に引き出される山車は寺地区の山車でございます。山車の上でお囃子を演奏いたしますのは、皿囃子連中の皆さんです。
の自慢を終えたトラジックの出汁は中継橋方面へ進んでまいります。進行方向にいる皆様は最低や水路誘導に従い出汁の安全な運行にご協力をお願いいたします。また会場内に設置されている柵には触れないよう重ねてお願い申し上げます。次にのど自慢市会場に引き出される出汁は端区の出汁でございます。お話を演奏いたしますのは清水下座連の皆さんです。次にのど自会場に引き出される出汁は二重区の出汁でございます。町内総出で愛情を込めて作られた鷹、その鷹を乗せた出汁の上でお囃子を演奏いたしますのは三鷹下座連の皆さんです。
皆様、係員の誘導に従い、山車の安全な運行にご協力をお願いいたします。また、会場を目立てております柵には触れないよう重ねてお願いいたします。
船橋へ船袋橋は中継橋方面と進んでまいります。進行方向にいらっしゃる皆様は係員の誘導に従い橋の安全な走行にご協力くださいませ。また会場内を立てている柵には触れないよう傘立てお願い申し上げます。さあ、いよいよ最後に登場する下中町区の山車でございます。学問の神様菅原道真公が皆様を見つめております。お囃子を演奏いたしますのは木更津会囃子連の皆さんです。
下中町区の出汁が布地回しを終了いたしました。これで夏のお祭り10代の出汁の布地回しを皆様にご覧いただきました。出汁は中継橋へと進んでまいります。進行方向の皆様は祭礼役員の修道に従い、出汁の安全な運行にご協力をお願いいたします。もうすっかり辺りは暗くなってまいりました。頂点に明かりが灯り、みんなそれぞれ尾根川を登ったり下ったりして走っております。提灯の明かりに照らし出される川面に映る出汁の姿は風情豊かで、より一層皆様の心に残ることでしょう。雨は降っておりましたが、皆様の熱気でその雨も今はなく、シートをかぶらず皆様に素晴らしい出汁をお披露目することができました。また明日ももう一日佐原の夏祭りはございます。哀愁漂う佐原林の音色を耳にしながら、お時間許す限りどうぞ皆様心ゆくまで佐原の大祭夏祭りをお楽しみくださいませ。